早御座に麻婆丼、牛丼、天丼、海鮮丼。俺は数字に左右されないって決めたから、体重なんてどうでもいいんだよ。そんなことよりね、今日は胸と肩トレなんで、そっちがすごい楽しみです。よし、今日も頑張ります。というわけで、まずは胸トレ、そしてね、タンクトップデビューしました。腕肩が細すぎるんで、あんまりタンクトップ似合わへんというか、まだ早いかなと思ってたんですけど、まあ、見かけから入っていち早くね、タンクトップが似合う男になろうと思います。この日もまずはストレッチ種目のね、ダンベルフライから入っています。ただなんか毎回毎回同じメニューで固定するのもどうかなと思うんで、次くらいはまたベンチプレスから入るメニュー、まあ、だからベンチから入るメニューとストレッチ種目から入るメニューを交互にするっていうのは結構いいのかなと思ったんで、まあ次はベンチからしてみようかなと思ってますね。まあ要はいかに筋肉に刺激に慣れさせずに新しい刺激をどんどん与えていくかなと思ってるんで、まあいろいろ試してね、いこうかなと思ってます。2種目目はペックフライ。これがね、フォームが難しいって言ってたんですけど、まあ、難しいんですけど、ちょっとね、胸筋の意識が分かってきた気がする。なんかいつも僕、胸筋を意識して胸筋を意識してって言ってるんですけど、あのマインドマッスルコネクションっていうんですね、この前コメントで教えてもらって、あ、そういえばそんな言葉あったなと思ったんですけど、ちょっとね、ペックフライをしてからマインドマッスルコネクションが分かった気がする。気のせいかもしれない。なんかダンベルフライとかベンチプレスと違って、下に下ろすんじゃなくて地面と平行方向に伸ばすやから、ちょっと自分の筋肉でコントロールするっていうのが分かりやすいような気がしますね。3種目目はベンチプレス。マジで上がらんなった。これが3種目目やから、胸筋がもう疲れてて上がらへんのか、それか単純に筋力が落ちてるのか分からへんけど、80キロでこんなしんどくなることなかったんで、マジで上がらんなってる。まあ次回ね、ベンチプレスを1セット目に持ってきて、これがストレッチ種目で十分効かせられてるから重量落ちてるのか、それが単純に筋力落ちてるのかをちょっと見てみようかなと思います。後半は肩トレ、1セット目はバックプレス。もうこれやってたら肩でかくなるんじゃねっていうくらいしっかり肩に入るんで、肩トレ悩んでる方とか伸び悩んでる方は一回してみてほしいですね。まあそういう僕が伸び悩んでるんで取り入れたんですけど、ちょっとね、減量中にもかかわらず肩が変わってきたような気はする。気のせいかもしれない。まあでもね、新しいこと試すのは大事なことやと思うんで、まあ、それであかんかったらやらんかったらいいし、よかったら取り入れたらいいしって感じですね。しかしね、こう見たら腕細いな、マジで。悩ますね。生で見たらね、もうちょっとマシに見えるんですよ。まあカメラの角度か、他人から見たら実際こう見えてるのかわかりませんけど、細いな、マジで。これはマジで頑張らなあかんなと思いますね。そういえば、この動画を公開してるときは、お盆休みの方が多いんですかね。僕はね、11から14だけ4連休を待ってて、他は普通に仕事なんで、15とか16とか、その週は思いっきり仕事ですね。で、4連休に、久しぶりに祖父母の家に帰るんですよ。まあ、2泊3日だけなんで、まあ、実質帰るのは3日かな。なんですけど、その間はね、筋トレができないんですよね。で、僕、筋トレを3日休むのって、多分マジで久しぶり。ちょっと、時間が来ちゃったんで、話の続きは次のアフレコで話そうと思います。今日も無事、怪我なく、終了しました。やっぱね、肩胸のトレーニングが僕は一番気持ちいいなと思いますね。好きというか、しっかり。聞かせられて、やったっていう感覚が一番出るのがみんな肩っすね、僕は。じゃあ、飯食ってね、今週僕3日だけなんで仕事頑張ります。落ちすぎー。
細なことも愚痴だって冗談だって泣き言だって君には全部体重激落ちキャンペーン開催中。やっぱね、体重が落ちたら嬉しいっすね。体重なんてどうでもいいんだよ。一応70キロを目標にしてたんで、ここまで来たらね、70キロいったらどうするかを考えなあかんなと思ってます。一旦減量をやめるのか、そのままもうちょいいっちゃうのか。まあ減量期間だいぶ長いんで、本来なら1回休むのが正しい。普通の食事に戻ったり、まあ増量、1ヶ月くらい増量したりするのが正しい。ただ僕は頭悪いんで、だから調子いいし、次止まるまで行っちゃおうかなって。だから69とか8くらいまで行っちゃってもいいかなっていう気持ちはあるんですけど、まあ今週末ちょっと祖父母の家に帰って普通に飯食うんで、そこがね1回リセットとして、また来週からかな、減量っていう感じで69とか8を目指してもいいのかなと思ってるんで、減量はねもうちょっとだけ続くんじゃ。はい、というわけで背中取り懸垂5セットしていて、1セット目は重りなしで、ここからねセットが進むにつれて重りをつけたりしています。もうほんまに重力に体を任せずに、自分の広背筋で自分の体を操るイメージでやってますね。めっちゃ効く。昔は懸垂ってほんまに背中にいいのと思ったんですけど、もうマジでこれ効くなって今思いますね。練習して意識を変えてよかったと一番思える種目が懸垂ですね。ところで、お盆のね、筋トレ3日休む話の続きなんですけど、もう全く大した話じゃないんですけど、大したオチもないんですけど、僕、筋トレね、3日間休むの、ほんまに久しぶりなんですよね。いつぶりやろうっていうぐらい、マジで年末年始にも休んだっけなっていうくらい久しぶりなんで、まあ、体ゆっくり休めるいい機会かなと思います。普段ね、筋トレ好きで行ったら、2、3日空けるってやっぱりないんで、ぶっちゃけ向こうにもジムあると思うんで、筋トレグッズ持って行ってもいいんですけど、やっぱね、休憩が大事って言うんで、まあ、あえて持って行かずに、しっかり体を休ませる期間にしようと思っています。昔は3日とか1週間筋トレ休んだら筋肉落ちるんちゃうかなって不安になったりしてたんですけど、まあ、そんなことないんですよね。筋肉ってそう簡単には落ちないんで、まあ、皆さんもお盆くらいね、お盆とか年末年始とか、そういうイベントの時くらいは筋トレ休んでも全く問題ないんで、あんまり気にせず、そういうイベントはね、楽しんだらいいんじゃないかなと思ってます。ただ、食わんかったらやっぱり栄養なかったら筋肉落ちやすいっていうんで、まあ、筋トレしへん時は一旦減量中断して、体の維持カロリーくらいは取った方がいいと思いますね。背中トレ3種目目4種目目かなはワンハンドローイングで、次が最後にビッグスリーのねデッドリフトです。ハーフなんですけど、セーフティーバーの一番下がちょっと高くて、本当はもうちょっと下ろしたいんですけど、この高さでやってます。まあ効くんでいいかなと思ってます。背中トレはこのデッドリフトが終わったらちょうど1時間くらいかななんですけど、背中2時間はちょっときついなって思いますね。胸トレは1時間終わっても、あと30分でも1時間でもできるわっていう感覚があるんですけど、背中はね、なんかしんどいな。まあ僕の好みの問題だと思うんですけど、もう1時間はきつい。まあ1時間で出し切ったかなっていう感覚があります。後半は腕トレです。さっきの悩みの続きで、ちょっとね、後半1時間の集中力は切れ気味ですね。バーベルを下ろすときも重力に任せずに自分の腕でコントロールして上げ下げしてるっていうのも忘れんように、マインドマッスルコネクションですよね。忘れんようにしてるんですけど、集中力が切れてきてて、ちょっといらんことを考えたりしてしまってる時があったんで、もったいなかったなぁと思ってます。3種目目はワンハンドダンベルカール。これはね、もう無理っていう時に自分の反対の手で補助つけれるのがめちゃめちゃありがたい。セルフフォーストレップですよね。もう無理っていうところからね、やっぱ1、2回上げるのが大事と思うんですけど、補助をできる人がいるいないではやっぱりだいぶね違うと思うんで、ワンハンドでするメリットはそこが大きいなと思いますね。最後はハンマーカールをして腕トレ終了です。今日も終わりまさちして福岡大学東京大学、なんかもう後半の腕トレが完全に集中力切れてて良くないなと思ってる。胸肩は両方好きだから別に2時間できるんですよ。1時間で、ただ背中行って腕が、まあ、別に好きじゃないって言ったら変やけど、まあ、得意じゃないんで背中1時間めっちゃいい感じなんですけど、その後の腕トレがちょっとな質が落ちちゃってるなっていう気がするんですよね。じゃあ肩には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、行かないと潤わないだろう。それでは今日も妻が作ってくれた美味しいご飯を食べてね、空腹の体に栄養を補給しようと思います。では皆さん、良い筋トレライフを。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。
ドギブに変えるくらい。